ブレイキングダウン展23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナ写真家電を秒殺 KO の萩原ドヤ顔が過ぎる総合格闘家の朝倉未来31が社長を務める格闘技イベントの第10回記念大会が開催された元アウトサイダーのレジェンド同士の夢対決となったアウトローのカリスマウリタ淳史と年賞40億円の実業家萩原裕介の一戦は 家電の計を大負けに終わった、開始17秒でカウンターの右フックを顎に被弾し、ダウン、リングに沈んだ、なんとか立ち上がったが、足元がおぼつかず、レフェリーストップとなった、アウトサイダーに家電より後に参戦し、カリスマとして輝いた萩原と、アウトサイダー時代は半端な覚悟で戦っていたというウリタ、右与曲折を経て、初めて交わった二人のカリスマの戦いは、壮絶な決着に、試合が終わると、共に抱き合って、 検討をたたえ合った。